はい。TeachingPro の塩見です。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているのでチャンネル登録の方お願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。今日のお話はこれで救われる方ってめちゃくちゃ多いんです。もう先にさっと喋っちゃうと下半身リードをすればクラブがインサイドから降りてくる。もっと具体的に言うと腰を回せば クラブはイインサイドから降りてくるこれを信じてるあなた下半身リードもしくは下半身を回転させる骨盤を回転させようとしているせいでアウトから来ている可能性はめちゃくちゃ高いんですさあこの言葉に引っかかったあなたは是非最後までご視聴いただいてインサイドから簡単に降ろす方法を習得して帰ってくださいってことで早速内容に行きたいと思います。 この出だしの言葉ちょっと強烈やったでしょ下半身リード特に腰を回す運動を強めているせいでアウトサイドインになっている可能性があなたにはありますと。<laughs> まあサムネの通りあり下半身リードの話にはなってくるんですけど 腰を回すという動きにちょっと今日は限定をしていきたいと思います下半身の動きって例えば体重移動であったりとか回すとかジャンプとかっていう風うによく分類されるんですけど今日は下半身を回して下半身リードをしようとしている方のお話まずプロたちはめちゃくちゃ下半身の先行が強いですまあ僕はそこまで強い方ではないんですけどそれでもそこそこ強いと思います ちょっととイメージとしててはこう下が動いてるよように見えますよねでも、まあ、ちょっと僕は粘点がめちゃくちゃ強いタイプではないのでそれをどうのこうのってこの場でもう強烈な動きはお見せできないんですけどちょっと分かりやすくなるので棒を持っていいきたいと思いますこれめちゃくちゃ今日のお話で重要なポイントなんですけど念差ってご存知ですか x ファクターみたいな言葉もそこにほぼほぼ同意語ですね。肩と腰に 棒がこうついてるとしますこ,こがまあ一緒に動いているとその x ファクター粘点差っていうのはないよとここに対してさっきと僕はそんな強いタイプじゃないんですけどそれでも今これクロスしてるのが分かりますかねこういう感じでクロスしていますとこれが強くできる x ファクターを例えば4 0度5 0度作れるんでしたら 下半身を先行してどんどん回していただいても問題ないです。ただこれができる人っていうのは実は一般の方っていう括りをしてしまうと多くはないんです。もちろん全員できないとは言いませんよ。できる方もいらっしゃると思います。ここが僕でもねデータとか取ると40度ないぐらいなんです。ちょっと体があまり柔らかくないんでこれが。 できない方が腰を回すとどうなるか。もうほとんどこの差が作れない方が、下半身をすると、リードをすると、こういう形になるんですよね。これはちょっとボールを打ちながらお見せ、今からお見せしていきたいと思います。まあさっきの棒はちょっとなくなっちゃいましたが、例えば、粘点差をちゃんと作れる方が、下半身を先行して腰を回すという運動をしていも、粘点差があるので、 胸はかなり長い時間右を向いていられるわけですねその間にクラブを落としていくっていう間がこうやって作れるわけです今腰開いてますけど胸は少し右向いてますとこの間が作れるんであれば腰の先行はいいし、えー、それが飛距離にもどんどんつながるわけですねなので体が柔らかい方は今日の僕の話このあとするお話は無視してどん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 腰を回していただいて こうやって大丈夫ですと、それは問題ないですよ。えっ、ー、とプロたちも40度、50度粘点が作れるので問題なくインサイドから綺麗に下ろすことができますと。でもさっきおあのお話したまあ、10度とか15度、20度ぐらいしか粘点を作れない方たちが腰を先行したら間違いなくトップの位置ちゃんと深さ取ってますよ。こっちにしか来ないわけです。 もう手が前出ちゃうわけですねこっから打つためにどうしたらいいですかこれもしくはもっとひどくなるとあっから起き上がっていく作業ですね腰を回さなきゃって回しました捻転作れません手はもうここに絶対来ますこの状態でさっきみたいに打つかこっちですねこういう打ち方 結局この2択の選択を瞬間的に迫られちゃうわけですねさあ下半身を回しちゃいけない理由がちょっと分かってきましたかね粘点が作れないのに腰を回しに行ったらそのせいでアウトサイドインの要素が含まれてしまうよということですさあ腰を回すということをまあある意味 諦めたい方がいい人たちはいるというわけですね。じゃあ下半身を使うななと言っているわけでではは僕はないんです特に今日はアウトサイドインで悩む方の話をちょっとしようと思うので回さなきゃいいんだよっていうお話なんです。腰を回すから捻転できない人が我慢できずにおいえってこっちに来ちゃうわけなのでよく僕がおすすめしてるのは 踏み込む体重移動っていう部分だけなんです。体重度動右乗って左乗ってっていう今日はこうざっくりした話しかしませんが、右に乗って左のつま先にグって踏み込みます。踏み込んだ瞬間にクラブはこう倒れやすくもなるし、胸を開く今骨盤は別に右向いたままですよね。なんで捻転しなくていいですと。トップまで行って踏み込む。踏み込んでこっから。 叩いていければ下半身リードをしながらちゃんとインサイドから下ろすってことができるわけですよねなので下半身リードは腰を回すが先行ではなくて踏み込む左足に踏み込んでいくを意識してくださいただプロたちもほとんどそうで本当は踏み込んで先腰その後に腰を回していくのでこういう形ですね 実はいきなり腰をくって回すような人たちっていうのはほとんどいらっしゃらないんですよねしっかり体重移動する腰を回すんではなくて体重移動するっていうことを覚えていただければ特に腰回さなきゃ回さなきゃ下半身リードしなきゃってやりすぎてアウトサイドインになってる可能性があるなとこの動画を見ていただいた方切り返しは回すことは一瞬忘れてトップの位置から踏み込んでボールをたたく。 そうすることでクラブがインサイドからきれいに倒れて振りやすくなるのでそれを打ってみてまず球がどうかの前に動画で撮ってみてみくださいもう回しているせいだけでこう手が前に出てああなってる嫌でしょ首切りショット <laughs> って言われるようなね映像から卒業できないあなた一回回すことをやめて体重移動から打つ練習をしてみてください。 結構これでもアウトサイドインでずっと悩んでた方が一瞬でインから打てるようになるって方かなり多いんですよね。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ皆さんも練習で悩んでいることがあったらこういうことを取り組んで、こういうことを取り組んで改善していってみてください。